ばんは、食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県湯沢市にある岩城文さんにお邪魔します。2017年9月に居酒屋八兵衛湯沢店の跡地にオープンした若いお店です。湯沢の人気店麺屋文本店のプロデュース店ということで話題となりました。お店に入ると食券機がありました。こってり系、あっさり系と分かりやすい表記となっていました。お願いします。店内はテーブル席が3つとカウンター席が6席、4人用の小上がり席が1つありました。こちらはセルフサービスコーナーです。ニンニク2種類、生姜、紅生姜、揚げ玉がありました。すべて無料、とっても良心的ですね。そろそろ来るかな。いただきます。麺は中細麺ですね。若干ウェーブがあるでしょうか。すすった時の小麦の香りがたまりませんね。固めで食感も良く、私好みの美味しい麺でした。麺をすする箸が止まりません。これ、ほんとうまいな。具はチャーシュー、鶏肉でしょうか。低温調理されているようで、とても柔らかかったです。味はマジックソルトのような香草の香りがしました。他には刻み玉ねぎ、メンマ、貝割れ、海苔、タルトと定番のメンバーばかりです。麺の量は 220g で、他の店の大盛りくらいの量になるようです。スープですが、煮干しの香りがとてもしますね。国産の鶏ガラスープをじっくり6時間炊き出したスープに、長崎産煮干しと国産昆布、干し椎茸をバランスよく合わせ、湯沢市の石孫本店の醤油ダレを加えた一杯です。ここまでこだわって美味しくないわけがない。うまいんです。岩城文さん、このあっさり以外にもこってり系、なんと二郎系、混ぜそばまであるんです。次は絶対挑戦してみよう。なると、岩城文さんの営業時間は昼営業午前11時から午後2時半まで、夜営業は午後5時半から7時45分までです。定休日は木曜日です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。つぶつぶのニンニクだ。カエルの女房が注文したこってりに無料のニンニクを入れてみる。混ぜ混ぜ、浸透として。おっと、これはうまいな。飯を入れたいな。
結構。